ここはウェブブラウザーの世界です。時は90年代後半。この人はネットスケープ、この世界の王様です。このネットスケープ、どうやって王様になったかというと、本に自分の CDR をつけて配りまくりました。この CDR をインストールすることでブラウザーが無料で使える、その代わりにサーバーを買ってもらうというビジネスモデルで天下を取りました。当時ね、みんな本を買ってパソコンを勉強する、インターネットを勉強するっていう世界だったので、そういう本に必ずついてる CDR はこのネットスケープの CDR でした。当時無料ということが新しかったのです。そんな王様に対して、あんなやつバグの塊だと揶揄する若者が現れます。その若者はインターネットエクスプローラー、通称 IE。 そうです、あのビル・ゲイツ君が作ったマイクロソフト社の子供です。バグの塊だと言われたネットスケープは怒りぷんぷん。ネットスケープとインターネットエクスプローラーの喧嘩が始まりました。この喧嘩、皆さんどっちが勝ったと思いますか？そうです、 IE が勝ちました。しかも圧勝、文句なしでした。どうして勝ってたのか、そのやり方はあっと言わせるものでした。この IE、 Windows95 標準搭載でした。一般の人たちにも多く広まるきっかけになった Windows95。 その Windows95 からパソコンを始めたという人も多いのではないでしょうか。買ったソフトにブラウザーがついているのに、わざわざインストールしてまでブラウザーを使う人はいませんでした。しかもネットスケープは負けじといろんなものをつけてしまいました。それが逆に使いにくくなってしまった、それも原因と言われています。その後ネットスケープは倒産、文字通りの完敗でした。さて、天下を取った IE、 インターネットエクスプローラー、その後 2,3,4,5 とバリエーションを増やしますが、とにかくバグがひどい。特に6に至ってはバグ、セキュリティ問題で特にひどかったのです。なのにひどいまま、批判があるにもかかわらず5年間も何もせずという状態でした。完全に殿様商売をしていました。当時のウェブデザイナーは最悪のブラウザーだった、黒歴史だと語っています。そんな中、救世主が現れます。その名も Firefox。 この Firefox の武器はスピード、とにかく速かった。立ち上がるスピードからダウンロードまで、ホームページ見るスピードも速かったです。その時 IE が遅かったことにみんなが気づきました。遅いのが当たり前というか、比較対象が今までなかったんですね。その当時、画像一つ読み込むだけでも 2,30 分、デザイナーたちはなるべく容量の軽いデザインを心がけていました。というか、そうしないと誰も見てくれなかったのです。そういった意味でも Firefox の出現は、特にデザイナーやコーディングなど業界の人たちがざわつきました。当時は Firefox がいいのは知ってるけど、ただあまりに IE が独占しすぎていて、方向転換は急には無理でした。なので徐々にでしたが、応援してくれる人たちを増やしました。ところで、この Firefox 誰が作ったか、なんとあのネットスケープを退社人たちが作ったものだったのです。あの敗戦から歯をくしばって地道に頑張っていたのです。泣けますね。ちなみにこの当時、 Google からは Chrome、 Apple からは Safari、 あと Opera というブラウザー、他さまざまなブラウザーが出ていましたが、まだまだ戦うまでの力はありませんでした。インターネットエクスプローラー IE に追いつきそうな勢いの Firefox、 一つ大きな問題がありました。それはお金、資金が全くありませんでした。ビジネスモデルとして稼ぐモデルじゃなかったのです。ただそこには大きなパトロンがいました。大きなパトロンです。名前は Google。 そうです、今現在この世界の王様です。はい、いかがだったでしょうか。
まあ、Chrome のね、まあ、Google の戦略ってすごいなと思いますね。まあ、技術力がね、足らなかったから、そのお金出しながら、Firefox のこの技術力をちょこちょこいただいていたっていう感じですね。で、今、Chrome、まあ、現在 Chrome があるという感じです。で、今ご覧いただいているのが、2019年5月時点でのウェブブラウザーシェアランキングです。で、これ日本国内ですね。で、圧倒的 Chrome の使用率が高いですね。で、2位に IE が、インターネットエクスプローラーが入ってます。で、3位、4位と、まあ、Chrome ですね。で、Firefox があって、で、Edge っていうのは、そのインターネットエクスプローラーの新しく出したバージョンで、まあ、Chrome とか Firefox に似た形ですが、まだ、やっぱりね、まだ全然っていう感じですね。で、世界、同じ世界を見ると、もう圧倒的 Chrome の使用率です。で、3位に Firefox が入ってると。いう感じですね。もう圧倒的 Google の強さを感じられます。で、物語の時にちょっとオペラ出したんだけど、なんでオペラ出したかっていうと、このオペラね、その営業力がすっごく強い会社で、どこに使われているかっていうと、 Wii とか Wii U、 あとね、カーナビとかに入ってます。だからその媒体を変えて、 PC とか Android とかじゃなくて、スマホじゃなくて、媒体を変えてブラウザを使ってもらうっていう戦略に出たのがオペラなので、まあ、今後のね、世界を見ていくためにちょっとオペラ、その営業力というか、その目線も大事かなと思って、ちょっとオペラ入れてみました。で、物語でね、i6 がすっごくひどかった、バグとかね、そのセキュリティ問題ひどかったっていうのを簡単に言っちゃいましたけど、それがどんだけ大変かっていうと、そのウェブのコーディングをするときは、その Firefox とかChrome、 あと IE 用にそれぞれ組み直すのね、同じプログラムじゃなくて、全体を組んだ後にそれぞれね、バグが発生するところが違うから、それ用に適用するようにまたそれぞれ作り直すっていうのがあるんだけど、 IE に関しては Firefox、Chrome でしっかり動く部分も動かない、あと文字化けしちゃうっていうことで、どこがまた発生するのかわからないっていうところで、その IE 対応しないといけないっていうのがすごく大変だったみたいですね。はい、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ブラウザー戦争、簡単にまとめてみました。よかったよっていう人は高評価、コメントよろしくお願いします。このチャンネルは大人のデザイン教室です。いろんな講義を用意しておりますので、他の動画ぜひご覧ください。じゃあまたね、バイバーイ。